はい、それでは時間になりましたので、午後の説明を開始いたします。午後はまずはじめに、事業所についてでございます。森下様、渡辺様、よろしくお願いいたします。午後は、私渡辺からご説明の方をさせていただきます。まずはじめに簡単に、おさらいの方をさせていただきたいと思います。7ページ目をご参照ください。午前中は、共通機能として、ここにあるように学校用システムや、既存情報の設定、マスターの設定、バックアップ復元の、ご説明をさせていただきます。同様に、設置者用も、次のページになりまして、既存情報の設定、マスターの設定、データの取り込み削除、バックアップ復元、こちら説明させていただきます。都道府県も同様です。で午後は、前半は需要ということで、ここにあります、この青色、需要数集計業、教科書目録掲載図書と、一般図書、こちらの方を、ご説明させていただきます。では、需要数の方をご説明させていただきます。40ページをご参照ください。こちらが、学校用プログラム、目録掲載図書の、基本構成になります。目録掲載図書、需要数のメニューとしましては、上から小学校用、特別支援学校、小学部用の、入力メニュー、中学校用、特別支援学校、中学部の、入力メニュー、続いて高等学校用の入力メニュー、そして、それらの入力した内容を、提出データとして出力する目録掲載図書提出データ出力といった機能になっております。こちらの方は、学校用のシステムが、目録掲載図書このようなメニューになっておりますが、設置者用も基本的に同じメニューになっております。設置者用が、41ページになります。こちら同様に学校用と基本的にはメニューの形式は一緒になります。唯一違う点といたしては、学校用は需要数を入力する画面になるんですけれども、設置者用は、ここは集計したデータを、表示するメニューになります。で、集計したメニューはそれぞれ小学校用、中学校用、高等学校用で、確認し、それぞれ確認した結果は最後の目録掲載図書提出データ出力でファイル出力し、これを都道府県用に、都道府県の方に、提出いたします。続いて、都道府県用のプログラムになります。都道府県用のプログラムの方は、メニューとしては、2つになります。1つ目が、教科書需要数、需要集計一覧表となりまして、こちらが設置者から、提出されて取り込んだデータの集計結果を表示するメニューになります。で、後ほどご説明しますけれども、こちらのメニューを開いて中で、小学校用の、帳票、中学校用の帳票、高校用の帳票といった切り替えのメニューがございます。そしてここで確認した結果を最後、文部科学省へ提出されたための機能が目録掲載図書提出データ出力、こちらで、提出用のファイルを作成いたします。続いて、一般図書の方のメニューになります。43ページをご参照ください。一般図書におきましては、基本的にメニューの形は実は学校用、設置者用、都道府県用一緒の形になります。で、こちらも一般図書の方も、
目録掲載図書と同様に、上の3つのメニュー、一般図書コード付き需要数一覧表作成、一般図書コード外需要数一覧表作成、一般図書特別支援学校視覚障害者用需要数一覧表作成、こちらがそれぞれ、需要数を入力する画面へのメニューとなります。でこちらで、入力した内容を一番下の一般図書提出データ出力において、ファイルを作成し、学校用は設置者に提出いたします。続いて44ページになります。設置者用プログラムも先ほど申しました通りメニューの形としては一緒です。で設置者用プログラムですので、入力といったことではなく、集計した結果が、それぞれのメニュー画面を通して、確認できるようになっております。そしてこちらもそれぞれ確認した集計した結果を一番下の一般図書提出データ出力機能においてファイルを作成し、都道府県へ提出いたします。45ページになります。都道府県用もこちらも構成は一緒になります。で都道府県用も同様に、設置者から、提出されて集計した結果を、それぞれ、一般図書コード付きの、一覧表、コード外の一覧表、特別支援学校視覚障害者用の一覧表でそれぞれ集計結果を確認いたします。そして最後に、一般図書提出データ出力で、提出用のファイルを作成し、文部科学省へ提出いたします。以上が、需要集計教育機能の基本的な、構成になります。続きまして、機能の紹介をしたいと思います。46ページになります。こちらは、学校用のプログラムで、目録掲載図書の小学校用の、需要数入力画面になります。で、今46ページに映っておりますのがその入力画面の、上半分になっていまして、実はこれが下の方に、画面を動かしますと47ページが、画面の下半分になります。この小学校用、特別支援学校小学部用というふうに名前の通り、構成といたしましては、画面の上半分が、一般や教科書の、入力画面、下が、特別支援学校用の、入力画面になります。なので、ちょっとこの資料の、大きさの、限界でちょっと分解してしまったんですけれども、本来プログラムの画面としては、46ページと47ページの画面、これが一つの画面になります。ちょっと話が戻りまして、46ページの方の説明をさせていただきます。こちら基本的な構成といたしまして、まず上の方に、基本情報として、基本情報設定画面に登録した、学校の情報が、表示されます。こちらは、先に午前中で話しました基本情報の設定で登録した内容がそのまま出ます。ですので、こちらの方で学校の情報が、次に出ているようになります。でその下が、教科書情報ということで、小学校用目録掲載の、教科書需要数の入力画面、入力部分になります。こちらの種目、発行者の情報、教科書名を設置されますので、それらに対して、教科書需要数を設定しておく、設定していくことになります。ここで真ん中の方で、赤字で注意書きがあるんですけれども、基本的には、教科書はその使用される、学年の需要数を設定することになるんですけれども、特別な教育課程を組んで該当の学年以外の教科書を使用するような場合については、ここに出てます中央学年、最初の学年団に合算する形で、一緒に授業数を登録していただくことになります。
で、ここで受容数を入力しまして、画面の上部にありますのが、各、機能ボタンになっております。この受容機能に関しましては、基本的な流れといたしまして、まず受容数を登録します。でその次にその入力した受容数に対して、それが正しいデータになっているかどうかという、整合性のチェックの機能があります。でそのチェックの結果によって、OK になりましたら、印刷をする。でここに印刷が終わったら、この画面内での、作業完了というこういった一連の流れです。そのための、チェック機能としまして上の方のボタンに、整合性チェックボタン、これを押すことによって、今入力している受容数の内容が、データが正しいかどうかというのをチェックを、走らせることができます。そして、そのチェックした結果が、正しかったかどうか、間違ったらどんな間違ったデータがあったのかというのを確認するのが、整合性チェック結果ボタンになります。こちらの方でボタンを押すとその結果の画面の方に移動します。それでは、整合性チェックが完了しましたら、印刷ボタンになります。需要の場合は、学校用の需要の場合は、印刷が第1行の印刷と、第2行の印刷になりますので、それぞれ第1行の印刷ボタン、第2行の印刷ボタンを設けられています。であとの、需要数反映ボタン、こちら相当ボタンというのは、需要数の配布ボタンは、基本情報を設定した、教科書使用冊数、あらかじめ登録した冊数をこのボタンを押すことによってこの画面の需要数のところに自動的に反映されます。こういったちょっと便利的な機能になります。また、相当ボタンといきましても、登録してここの画面に登録した教科書について、種目、発行者、教科書、シリーズごとといった、並び順を整頓して表示するための機能が相当ボタンというものを設けております。次に、47ページになります。こちらが、先ほど見ました画面の下半分のところの、特別支援学校の教科書を、入力する画面になります。でこちらの方も、選択の仕方とは同様に種目を選択して、その次に発行者を選択する。発行者を選択したら、それに対する教科書を、選択していき、そうすると教科書名がセットされますので、その教科書に対して、授業数、児童用の授業数、教員用の授業数というのを、セットしていきます。この画面上、縦長になっているんですけれども、最初はここの、今日のところは、最初何も入力されていない状態になりますので、一つ入力するたびに次の行が設置されて、また一つ入力すれば一つ設置されるという、入力するたびに次の行が、追加されるような仕組みになっています。以上の46ページ、47ページの、内容で、学校用の目録掲載図書、小学校用、特別支援学校用の、入力をすることになります。続いて48ページになります。48ページは、今度は中学校用特別支援学校中学用ということで、こちらも、画面が48ページ、49ページが本来一つの画面になっております。機能といたしましては、小学校用と同様です。ですので中学校用ですので、授業数が第1学年から第3学年までになっているといった、そこの違いです。ここが違うだけで基本的には小学校用と、同様の機能になります。続いて50ページになります。こち
ちらは、目録掲載図書高等学校の授業数入力画面になります。でこちらの方は少し、小学校用、中学校用と画面構成が少し、変わっておりまして、まず上の部分で、基本情報と、データが出るというのがこれ同様です。で下の入力画面におきまして、ここで各教科書を設定していきまして、授業数を、登録していくことになります。ここで授業数の登録も、それぞれ、部項の種目、発行者、教科書の番号というのを、それぞれ一つずつ選択していきます。ここも一つ、登録するために、次の行が追加されて、どんどん一つ一つ、入力していく形になります。続いて51ページになります。今度は、一般図書の授業数入力画面になります。一般図書におきましては、こちらも基本的な、構成は上に基本情報、基本情報設定画面で登録した、情報が出て、下の方で、授業数を登録する一般図書を、設定しています。まずこちら、一般図書コード付きの方なんですけれども、登録する図書の発行者、を選択しまして、発行者を選択したら、それに紐付く、図書を選択します。で図書を選択しましたら、その図書に対して授業数、生徒用の授業数、教員用の授業数というのを、設定していきます。一般図書におきましても、目録掲載図書と同様に、授業数を設定し、その授業数に対して整合性のチェックをかけます。で整合性のチェックを置いて、問題なければ、印刷として帳票を印刷するといった流れになります。続いて、52ページになります。こちら、コード界の一般図書の、入力画面になります。こちら、コード界ということで、先ほどのコード付きとまた、少し種類が変わりまして、コード付きの一般図書はもともとマスターにある、図書の選択になるので、基本的にはそのままリストから選択する方式になるのですが、コード界は、マスターにない一般図書の登録になりますので、こちらは、図書から登録していくことになります。この回の、画面の構成といたしましては、一番上に、基本情報の設定したデータの取得部分と、その次が、発行者の、情報を、表示している部分になります。ここの発行者を表示する部分で、すでにマスターにある発行者に対しての、コード外図書場合でしたら、ここからリスト選択できます。また、マスターにない、発行者を、登録したい場合は、ここで、その発行者を、登録する形になります。そこで、そこの画面で発行者を、設定いたしましたら、その発行者に対する、図書を一般、下の一般図書名、ジャンコード、ジェネット図書コード、参加、授業数といった授業数の、データを登録していきます。でここコード界の、画面において、コード付きと少し違うところは、この画面が、発行者ごとの、授業数の登録画面になりますので、登録した内容は、この各機能ボタンのところにあります、保存ボタン、これを、押して保存する必要があります。でここで保存した内容が、最終的に、提出するデータの方に、出力されるので、
コード外につきましては必ず登録した内容はこの保存ボタンを押して、受容数の登録が、完了ということになります。続いて、53ページになります。こちらは、一般途上特別支援学校視覚障害者用の、授業図時間表ということで、こちらは、先ほど見ていただいたコード付きと、基本的には構成は一緒で、上の方に基本情報設定をした、データが表示がされて、その下で、登録する図書の情報をセットしています。発行者を選択して、その発行者に対する一般図書を選択します。そしてその図書に対して授業数、生徒用の授業数、教員用の生徒数を登録しています。続いて54ページになります。54ページからは設置者用の授業数の画面になります。でまず初めに、54ページ、そして55ページで設置者用の、小学校、特別支援学校、小学部用の、目録掲載図書の帳表になります。こちらにつきましては、基本的な、画面の構成は学校用と同様になります。これも本来は、一つの画面で、上の方の画面で一般的な教科書の54ページの内容が表示されて、画面の下の方で55ページの特別支援学校用の教科書の中継結果が、表示されます。設置者におきましては、採択地区ごとに、集計をいたしますので、画面の左上の方にあります採択地区コード、こちらをリストで選択するようになっておりますので、こちらで、採択地区を切り替えて、その採択地区コードの中継結果を表示できるようになっております。続いて56ページになります。56ページは、中学校用、中学校用、特別支援学校用、中学部用の、帳表になっております。こちらも小学校用と同様に、学校用と基本的な構成は一緒です。でこちらも、集計結果を表示しまして、集計内容は左上の採択地区コードごとの、集計結果になります。ここを切り替えることによって、他の採択地区の集計結果を、表示することができます。続いて58ページになります。こちら、高等学校用の、帳表画面になります。高等学校用におきましては、設置者では、集計結果を、第1部、第2部、第3部ごとに、グループ化して、集計結果を表示します。ここは、58ページちょっと画面が分解されているんですけれども、58ページ、59ページが、一つの画面になります。ですので、プログラムで起動してみていただきますと、1つの画面で最初に第1部ごとの中継結果、次に第2部の中継結果、最後に第3部の中継結果という上から、見ていただける形になっております。続いて、60ページになります。
今度は設置者用の一般図書の方の、需要数の画面になります。こちらは、一般図書コード付きの需要数の画面ということで、こちらも設置者用ですので、基本的に、集計結果の表示になります。こちらは、真ん中のところに発行者情報というふうにありますけれども、発行者ごとの、表示内容になっておりますので、ここで発行者名を人から選択することによって、例えば A 発行者の集計結果、B 発行者の集計結果というふうにここを切り替えて集計結果を表示するようになっております。続いて61ページになります。説明し忘れて、60ページのところに戻ります。ここで、集計結果におきましては、右の方に内訳表示ボタンというのを出すようになっております。でここの内訳表示ボタンを押しますと、それぞれの図書に対して、この、各学校における需要数が、表示される画面の方に移動します。この内訳表示の画面については、ちょっと後日、後ほどご説明することの形になります。続いて61ページになります。こちらも、コード外の一般図書需要数一覧表ということで、こちらも基本的に形は、先ほどのコード付きと一緒で、発行者ごとの、集計結果の表示になりますので、こちらも発行者の部分を、リストで選択できるようになっております。そのリストを選択して、別の発行者を切り替えることでそれぞれの集計結果を表示することができます。でこちらも、同様に内訳表示ボタンを設けておりまして、このボタンを押すことで各図書において、各学校ごとの需要数の結果を確認できます。続いて62ページになります。特別支援学校視覚障害者用の、一般図書需要数一覧表ということで、こちらについては、発行者ごとという形ではなくて、この一つの画面で、発行者、一般図書の需要数集計結果が表示されます。こちらも、内訳表示ボタンを設けておりまして、このボタンを押すことで各図書の、各学校需要数を確認できるようになっております。続いて63ページになります。都道府県用プログラムのこちら説明になります。先ほど、基本構成の方でお話ししましたように、都道府県用プログラムはこの、教科書需要数集計一覧表の中に小学校用、中学校用、高等学校用、特別支援学校小、特別支援学校中と、それぞれ、画面に移動できるボタンを設けております。このボタンを押して、それぞれの集計結果へ移動しますので、そこからボタンを通って確認することになります。で63ページは、小学校用ということで、設置者から提出されて集計した需要数の結果を小学校用のものを集計結果出しております。でここに、この画面におきましても、まず基本情報として、右側の方に、各都道府県ごとの、表情を教育委員会の名前を表示します。そして左の方に、発行者の情報を出します。この画面におきましても、発行者ごとの、集計結果の表示になりますので、ここ発行者を切り替えることによって、A 発行者の集計結果、B 発行者の集計結果といったふうに、集計結果を切り替えることができます。都道府県用の、機能ボタンといたしましては、印刷のボタン、発行者別の印刷、
全8校舎分印刷内訳表示といった形になっております。印刷におきましては、発行者別の印刷というのが、この画面上に出ているだけの、印刷で、全発行者分印刷というのは、集計している、全部の発行者の印刷が一人でできるといった印刷機能をそれぞれ分けております。そして内訳表示におきましては、設置者用と、のように集計結果について、各学校ごとの集計結果を確認できるようになっております。続いて64ページになります。こちら中学校用の、教科書需要数中継一覧表ということで、こちら画面の構成は、小学校用と、基本的に同じです。これ中学校用ですので需要数が、1学年、2学年、3学年といった形で、なっております。こちらも発行者ごとの表示になりますので、発行者切り替えることで発行者ごとの集計結果を切り替えることができます。続いて65ページになります。こちら高等学校の集計結果ということで、こちらも基本的には、それまで小学校、中学校と、形は、一緒になります。こちらも発行者ごとの、表示になりますので、発行者を切り替えることによって、その切り替えた発行者の集計結果を表示するようになっております。続いて66ページになります。特別支援学校、こちら小学校用の集計結果ということで、こちらも、特別支援学校小学校用の集計結果を表示するようになっております。こちらも、発行者ごとの、切り替えによって、集計結果を、表示変えることができます。続いて67ページになります。こちらも同様に、特別支援学校、中学校用の、需要数一覧表ということで、これまでと同様に、発行者ごとの切り替えをもって、各発行者の集計結果を、表示することができます。続いて68ページになります。続いては都道府県用の一般図書の、画面の説明になります。一般図書におきましては、画面の構成は、設置者用と、都道府県用、同様の形になっております。ですのでちょっと代表が、説明が重複してしまうんですけれども、都道府県用として説明させていただきます。でまずは、コード付きの需要数一覧表ということで、こちらも、設置者から、取り込んだ集計結果を表示するようになっております。で真ん中にあります発行者情報で、発行者を切り替えることによって、それぞれが発行者ごとの、集計結果を表示することができます。で都道府県用も同様に、内訳表示ボタンによって、このボタンを押すことによって各図書の、学校ごとの需要数の内訳を表示するようになっております。続いて、69ページになります。コード外は一般図書需要数一覧表ということで、こちらも同様に、発行者ごとの表示になっておりまして、発行者を切り替えることによって、発行者ごとの、需要数集計結果を、表示することができます。こちらも同様に、内訳表示ボタンによって、各図書の各校別の内訳を表示することができます。続いて70ページになります。特別支援学校視覚障害者用の一般図書需要数一覧表ということで、こちらも画面としましては設置者用の形は一緒です。左の方で発行者の、情報とその発行者に対する一般図書の情報、そして、右の方で
集計した需要数が表示されます。でこちらも内訳表示ボタンで各都市に対しての、需要数の内訳が表示するようになっております。以上が、それぞれ学校用、設置者用、都道府県用のそれぞれ目録掲載図書、一般図書の、画面構成になっています。続いて、実際に需要数登録するようになって、どうやって作っていくのか、データの作成例を、ご説明させていただきたいと思います。71ページを、ご参照ください。まずはじめに、ここからは目録掲載図書の需要数の、別作成例ということで、ここから、目録掲載図書において、学校での需要数の作成方法、そこから、設置者での、需要数集計確認方法、そして都道府県での確認方法といった形で、確認ご説明させていただきたいと思います。まずここでは、最初学校用プログラムで、小学校用の、画面をもとに作成例を、ご説明させていただきます。まず最初に、小学校用目録掲載の教科書の需要数を登録ということで、最初種目の、選択をいたします。続いてその種目を選択しましたら、その種目に対しての発行者を選択いたします。で、ここで赤字で、注意事項として記載していますが、マスター設定採択教科書リストの取り込み、または、採択教科書の選択で採択教科書に指定された教科書の発行者のみ選択できます。こういうことは、ここで選択できるのは、マスターで取り込んで、かつ、採択教科書として、指定されたものだけがここの画面で、選択できます。ですので、午前中で説明しましたマスターの取り込み、採択教科書リストの取り込みという流れがあるんですけれども、マスターの取り込みをしただけでは、まずここの選択はできません。あくまでマスターを選択して、採択教科書が、指定された状態で、ここの需要数は登録できるといった機能になっております。そして、種目発行者の選択をしましたら、その発行者に対しての、教科書名、シリーズ名を、そしてシリーズ名を選択します。こちらも同様ですね、マスター設定して、採択教科書の指定をされないとこのシリーズも選択できないので、ご注意ください。でここで、下の米印で注意点があります。一つの種目、発行者において採択教科書に指定されている教科書名シリーズが一つの場合のみ、種目発行者を選択した時点で、教科シリーズが自動的にセットされます。ですので、もし仮に、1つの種目、1つの発行者において、シリーズが2つ以上あった場合はその自動のセットがされないので、そういった場合は、ここの、シリーズのところをクリックして、リストから選択できるようになっておりますので、そこで該当するシリーズを選択していただく形になります。そして、需要数の登録ということで、種目発行者、教科書のシリーズが選択し終わったら、その教科書に対して、需要数を入力します。需要数の入力方法は2通りありまして、1つは手入力、この画面上で、パソコンのキーボードを使って需要数100とか90とか入れていただく形がまず1つで、もう1つは、需要数反映ボタンというのがありまして、右上の方にありますボタンです。ここのボタンは押すことによって、最初の基本情報設定画面で登録した、各学年ごとの、教科書使用算数、こう登録済みの教科書使用算数を、自動的に反映することになります。
ですので、使いやすい、まあ、使い方としては種目と発行者とシリーズ名を全部セットして、最後に授与する反映ボタンを押すと、登録済みの、教科書に対して授与数が自動的にセットされますので、その授与数の反映ボタンを使うのが一番便利な形になります。でここまでが、小学校用の授業数、手動で登録していく、作業になるんですけれども、実は、ね、小学校の計算図書については、一番下の4の下のコミュニティの注意事項があります。ネーム工事、マスターの入れ替え、最短教科書リストの取り込みを実施後に、今までご説明した1から4の内容は、自動的に反映されます。ですので、今まで、説明した内容は手でセットしていく内容なんですけれども、実はこのプログラムが基本的にはマスターの取り込み、最短教科書リストの取り込みをすることで、自動的に、この内容はセットされます。ただし自動的にセットされた場合、授業数が基本情報で設定した授業数がそのまま反映されるので、もしそこでちょっとこの教科書については例外的には授業数になるといった場合は、手入力で修正していただく形になります。以上が、小学校の、教科書の登録の内容になります。72ページが小学校の特別支援学校の入力になります。特別支援学校の教科書におきましては、先ほど申しましたマスターの取り込み、採択リストの取り込みによって自動セットされるということは、ありません。もちろんその学校ごとによってその特別教科書というのは使うものが異なるので、そういった自動セットはありません。なので特別支援学校の教科書は、手入力でのセットのみとなります。でこちらにおきましても、基本的なセットの方法は一緒です。左から、種目を選択して、その次に発行者を選択します。で発行者を選択したら、その発行者に対する、教科書をセットします。でその教科書をセットしましたら、その教科書に対する授業数を、入力していくということになります。でこの特別支援学校の方では、その授業数の反映ボタンは、関係ありませんので、ここも全て手入力になります。で、ここでも、注意点としては、赤字の部分がありますとおり、同様にマスター設定、採択教科書のリストの取り組みを、設定した状態でないと出てくるので、ご注意ください。また、コメントリストにあるように、同一学年で複雑になっている教科書、例と言いますと、例えば種目は国語で、発行者が、第一、これに対しても、教科書が1年用の教科書というのは、リストの中で資格1年用、2年用とかそういったセットが自動的に出てくるようになっております。ですので、そういった分散セットの教科書は、リストで、いちいち、国語1の1、国語1の2、1の3で、一つ一つセットしていかなくても、その資格 1年用といった、ものを選択していただければ、自動的に国語1の1、1の2、1の3というのが、セットで登録されるような便利な選択機能も設けております。次、73ページになります。71、72で登録、授業数を登録しましたら、その登録した内容に対して、整合のデータがないか、チェックをかけるようになっております。そのチェックの内容が、画面の、上部にあります整合性チェックボタンになります。こちらちょっと71、72ページの方の画面になります。上のボタンの方の整合性チェックというボタンになります。ここの整合性チェックボタンを押して、チェック結果が問題がなければ、73ページの画面の整合性に問題がありませんでしたと表示されます。で問題がある場合は、不
正誤の項目が見つかりました。不正誤チェック結果ボタンをクリックして内容を確認するサイトに出ますので、こういった不正誤の、結果が出ましたら、整合性チェック結果ボタンから不正誤整合性チェック結果1という画面に移っていただきます。ここで基本的な流れといたしましては、先ほど申しましたとおり需要数と、整合性のチェック、それが整合チェックが OK でありましたら印刷という形になりますので、需要数を入力して整合性チェックを、とここで不整合を得たらまた需要数を入力してまたもう一回チェックする。需要数の入力と、整合性のチェックを、何回か繰り返して、セットしていく形になります。ここの73ページ目の赤字の、注意点もありますが、ここで整合性チェック結果に対してコメントを入力することができます。このコメントについては、もし不正行の状態であってもあえてこの状態に出したいといった状況があったりします。ですのでそのコメントを入力すると、印刷ができるようになっているというものになっているんですけれども、このコメントというのは、もう一度整合性チェック結果を、整合性チェックを忘れると、一旦入力したコメントは消えてしまいます。ですので再度整合性チェックを実施する場合は、入力したコメントは、消去されてしまいますので、需要数の入力整合性チェックを繰り返すうちに、コメントは整合性チェック一番最後の整合性チェックにおいて、してください。もう一つ下の赤字で注意書きがありますように、先ほど申しました通り、この整合性のチェックは、チェック結果で、不整合がなくなるか、または全ての箇所にコメントを入力しない限り、この後印刷停止データ出力に出ませんのでご注意ください。すみません、森下が、すみません、ご同行いたします。ちょっと、話が、ここは多分言ってもややこしいところだと思いますので、基本はですね、不整合はなしにならないと、基本的にはいけないわけです。なので、この整合性チェック結果、整合性チェックをかけたら、基本はこの上のメッセージが出るまでやっていただきたいですね。で、ただ、件数合わないとかですね、不整合がこのメッセージ、結果出てきますけども、この内容で構わないと、この内容で もう出さなければ得ないというか、出しますっていう場合には、ここに必ずそのコメントを入れてくださいということです。そうであればですね、このまま提出するんであれば、必ずコメントを入れてください。どういう理由で、不整合で、OK なのかっていうコメントを入れてくださいということです。でこのコメントを入れないと次定数データの作成ができないという意味です。コメントを入れれば、一応これは不整合を、確認していると分かってますという印になりますので、そうすれば定数ができます。コメントを入れないとまだ整合性チェックの結果まだエラーがありますという状態がシステムに残っているのと同じなので、データの定数ができないということでございます。続いて、印刷の説明に移りたいと思います。印刷につきましては、画面の方で、第1表用の印刷ボタン、第2表用の印刷ボタンがありますので、それぞれ第1表用の印刷ボタンを押すと、この74ページの内容で、プレビュー画面が表示されます。でこのプレビュー画面でこんな感じで印刷帳票が作成されますので、このまま印刷したい場合は、印刷ボタンをクリックします。で、単と中場合はここ閉じるボタンで、印刷を取りやめることができます。このプレビュー画面は Excel で使っているプレビュー画面と同様ですので、イメージが、されやすいのかなと思います。続いて、75ページになります。75ページが第2表用の印刷ということで、こちら、
入力画面と、イコールの印刷画面になっておりますので、イメージがつきやすいかなと思います。でこちらも同様に、75ページが、一般的な教科書の、印刷となっておりまして、76ページが、特別支援学校用の印刷になります。こちらは、第2表の印刷というボタンを押したら75、76まで一緒になります。でこちらの印刷につきまして、77ページありますとおり、整合性チェックを実施しないと印刷の機能が使えないので、必ず、流れとしては需要する入力、整合性チェック、印刷といった、形を踏まえていただくことになります。以上、小学校用の、需要数入力の流れになります。続いて、78ページ、中学校用説明をいたします。中学校用の、需要数入力におきましては、こちらもほぼ小学校用と同様の流れになります。ですので、ちょっと詳しいことを割愛させて、いただきます。こちらも、考え方としては、需要数入力、整合性チェック、印刷といった流れを踏まえていただきます。続いて、79ページ、高校用の説明になります。高校用におきましては、まず左から、登録する教科書の部を選択、そして種目の選択、発行者の選択、教科書の記号番号の選択となります。教科書の記号番号を選択しますと、教科書名が選択されますので、需要数の入力になります。ここで、高校用の需要数入力については、小学校中学校用とちょっと、登録し方が異なるので、その説明が、1ページからあります。高校用で、需要数を入力する場合、画面上の需要数生徒用教員用というところで、ダブルクリックをしていただきますと、このような需要数入力画面が表示されます。で、この需要数入力画面は、どのようにして入力していくかというのが、81ページになります。ここで、81ページのように、教育課程、類型、学年を選択していき、選択すると生徒需要数が設置されるので、その追加というボタンを押すことによって左の方で追加されています。でここのじゃあ大元の、データは何になるかと言いますと、これが、基本情報設定画面で、登録しておいた、教育課程類型になります。ちょっとページを遡らせると思います。では続けさせていただきたいと思います。先ほどの、需要数入力画面の元となるのが、こちらの基本情報設定で、登録した、この需要数類型名称、学年ごとの需要数になります。ここを、あらかじめ、登録しておくことによって、先ほどの需要数入力画面での、選択ができるようになります。では、また81ページに戻っていただきたいと思います。先ほどの基本情報設定画面で登録した内容から、類型名の選択、学年を選択して、需要数を、表示させます。そして、登録したいものを、追加で、登録していき、
ここで左下、真ん中の画面で、選択して追加したものがどんどん貯めますので、ここで最後確定ボタンを押すことによって、ここの、入力画面に重要数がセットされます。続きさせていただきたいと思います。これまで学校用の、今高校の受容数の入力ということで、受容数の入力を、しましたので、次82ページになります。でこちらも82ページ同様に整合性チェックを書いていただき、問題ない、基本的には問題ないまで整合性チェックしていただきます。で整合性チェックの結果が、問題ないようでしたら、印刷ということで83ページ第1票の印刷、第2票の印刷、それぞれボタンを設けておりますので、印刷ができるようになっております。続きまして84ページが、これまで、小学校、中学校、高等学校の授業数を入力しましたので、その結果をもって、設置者へ提出するための、データの出力作成を行います。その出力作成が、目録掲載図書提出データ出力、このボタンを押していただきますと、下にあるように、CSV 出力確認という画面が出まして、目録掲載図書提出データ出力します、よろしいですかという画面になります。で出力する場合は、配慮をする。でここで配慮をしていただき、出力する場所を選択するので、選択すると、提出用の CSV ファイルが、作成されるということになります。ここで、一点注意点があります。ここで提出力される CSV は、ファイル名は、絶対に変えないようにしてください。ここのファイル名でもって、設置者に取り込むときに、処理を判断しておりますので、必ず、作成されたファイル名はそのままで、提出するようにしてください。ここが注意点になります。続いて、設置者用の、ご説明になります。86ページご参照ください。設置者用におきましては、基本的には、集計結果の表示、印刷、提出データ出力という流れになります。でまずは、小学校用の、目録掲載図書ということで、学校用に送付された目録掲載図書提出データを取り込んだ、集計結果、これ表示されます。で表示結果は、左上の採択地区コードごとに、集計結果が表示され、ここを切り替えることで、各採択地区コードごとの集計結果を確認できるようになっております。ちょっと先に走りますので、87ページがその採択地区コードの選択の、このように選択できるようになっております。設置者におきましては、ボタンの学校別内訳表示というボタンがあります。でここのボタンを、クリックすることで、各、教科書においての、学校ごとの授業数が確認できるようになっております。そのボタンを、クリックした、結果が88ページになります。このように、右の方に、ずらざらと各学校ごとの授業数が表示されるようになっております。でこの、表示は再び学校別内訳表示というボタンを押していただければ、元の表示に戻ります。続いて、ここの集計結果を確認しましたら、印刷になります。印刷につきましては設置者用は、第2票の印刷のみです。で89ページのように、印刷プレビュー画面が出ますので、そのプレビューの表示の結果でよければこのまま印刷を押していただく形になります。続いて90ページになります。中学校用の、集計結果ということで、こちらも基本的に小学校用と、同様になります。集計結果を表示して、内訳の表示、そして、印刷という形になります。続いて、91ページ、
高等学校用の、中継結果画面になります。でこちらも、集計結果が表示され、集計結果は、部ごとに、第1部、第2部、第3部というように、この画面上では第2部がちょっと見切れているんですけれども、第1部、第2部、第3部といった、部ごとの、集計結果が表示されるようになります。でこれらの、集計結果を確認しましたら、92ページこちらの学校用と、同様に、目録掲載図書提出データ出力というボタンがありますので、こちらを、クリックします。でクリックしますと同じように、出力確認画面になりますので、範囲を選択して、CSV ファイル出力場所を選択してください。で設置者用につきましても、注意点は同様に、ファイル名は絶対に変えないようにしてください。以上が、設置者用需要数の、目録掲載の確認になります。続いて、都道府県用になります。都道府県用も基本的には流れは設置者用と同様で、集計結果を表示して、内訳の確認したり、印刷して最後には、提出データの出力といった形になります。で94ページが、小学校の、集計結果ということで、ここは、発行者ごとの表示になりますので、別に発行者の集計結果を確認したい場合は、発行者それから、リストで選択できますので、そこで選択して、確認できます。続いて、95ページ、ちょっと説明がすみません、また通ってしまうんですけど、95ページのように発行者ごとの、表示に、なります。96ページは、教科書種類ごとの表示ということで、こちら基本構成の方でも説明しました通り、ここの画面は小学校用、中学校用、高等学校用、特別支援学校用、特別支援学校、中学校用、それぞれ切り替えることができます。それぞれの集計結果が、96ページから、96ページは小学校用の集計結果、97ページは、中学校用の集計結果、98ページは、高等学校用の集計結果、99ページは、特別支援学校小学校用の、集計結果、100ページが、特別支援学校中学校用の、集計結果、それぞれ、表示する画面になっております。次に101ページで、都道府県用のプログラムを、設置者同様に内訳表示のボタンがついておりますので、この内訳表示ボタンを押しますと、右に、各学校ごとの需要数の、内訳が、表示されるようになっております。こちらは、小学校用から、特別支援学校、中学校用まで、各、画面において内訳表示ボタンが設けております。続いて、印刷の説明に、移りたいと思います。都道府県用の、印刷においては、印刷ボタンが、2つ設けております。発行者別印刷というものと、全発行者分印刷というものになります。都道府県用の、画面はその発行者ごとの、表示になっておりますので、その画面に映っているものをそのまま印刷したいという場合は、102ページになります、発行者別の印刷になります。ボタンを押しますと、このようにプレビュー画面になってますので、同様にこのまま良ければ、印刷を押して出していただくことになります。
全発行者分印刷ということで、すべての発行者においての、調書を出したいという場合は、全発行者分印刷のボタンを押していただき、プレビューが103ページで出ています。でこちらも、印刷する場合は印刷ボタンで、印刷していただきます。164ページになります。都道府県用の、集計結果を確認いたしましたら、最後文部科学省へ、提出するためのデータを作成するために目録計算図書提出データ取得ボタンで、ファイルを作成します。こちらの機能も学校用、設置用と同様に、ファイルを出力し、注意事項としては、ファイルのそのままで、提出するようにしてください。以上までで、需要数集計情報の、目録掲載図書の説明になります。続いて、一般図書の方の説明に入りたいと思います。一般図書におきましては、まず、学校用プログラムとして、コード付きの一般図書需要数一覧表の作成になります。ここも、コード付きの一般図書を登録ということで、発行者を選択して、その発行者に対する図書コードを選択、そしてその図書に対しての需要数を登録しています。続いて、107ページ、こちらはコード外の、需要数一覧表の作成ということで、こちらも、先ほど説明した通り、発行者、真下にあるものはこのリストから選択して、発行者は、ここで入力することになります。でここで、入力選択した発行者に対して下の方で、一般図書を、入力していきます。で登録した、図書は保存ボタンを押して、初めて提出用のデータになるので、必ず登録したら保存ボタンを押すようにしてください。コード外の方の需要数を入力しては、108ページになります。108ページについては、先ほど言った通り、登録した内容は保存ボタンで、必ず保存するようにしてください。でこのコード外は、発行者ごとの、登録になりますので、発行者がそれぞれ異なる場合は、選択、発行者を選択して、選択した発行者に対して、それぞれ図書を登録するようにしてください。で実際に報道するときは、109ページのように、画面が、表示されます。保存ボタンを押しますと、下の方に、発行者の、〇〇の、一般図書、需要数一覧を更新しますよろしいですかというので、配慮してください。この範囲を押すと、登録が行われます。続いて、110ページになります。特別支援学校視覚障害者用の需要数一覧表の作成ということで、こちらの、形としては、コード付きの、需要数入力と、形は一緒です。はい、発行者の役所を、登録選択して、その発行者に対して一般図書を選択します。でそして選択した図書に対して、必要な需要数を生徒用、教員用それぞれ登録します。でそれぞれ、コード外、特別支援学校用の一般図書、需要数を入力しましたら、111ページにある通り、整合性チェックの、確認になります。一般図書も、目録計算図書と同様で、需要数の入力、整合性のチェック、印刷といった形になります。で目録計算図書も、同様に問題がなければ、整合性に問題はありませんでしたという、表示されます。問題がある場合は、不整合が見つかりましたというので整合性チェック結果画面から、確認をするようにしてください。
それで整合性チェックの結果で、問題なければ、印刷ということで112ページから、実際に印刷の内容になります。コード付きは、このように印刷プレビュー画面が表示されます。次にコード外としましては、印刷が2種類ありまして、一つは、コード外単表印刷ということで、単純に、画面上で表示している発行者の情報だけを、印刷します。でもう一つは、発行者まとめて印刷したいという場合のものが114ページ、使用数一覧の連続印刷ということで、連続印刷専用の画面を設けております。ここで、需要数を登録している発行者に対しては、白で、需要数を入力していないものはグレーになっておりますので、その中から、印刷したい発行者を印刷連続という欄になりますので、ここをクリックしますと丸が選択できるようになりますので、それを印刷したい発行者に対して丸付けをして、印刷ボタンを押すことができます。すべて、印刷した場合、印刷したい場合などに、全選択ボタンというものがありますので、ここを押すと、全部の発行者に対しての印刷丸付けがされます。逆に一回全部解除したいという場合は、全解除ボタンがありますので、一旦それで解除できるボタンがあります。なのでコード外はその、単表の印刷とこの連続の印刷、2種類の印刷がございます。続いて115ページ、特別支援学校視覚障害者用の印刷ということで、こちらは単純に画面上に表示されているものの印刷となります。これらの需要数入力、終了しましたら、設置者へ提出するための一般図書提出データ出力、こちらの機能で、ファイルを作成していただきます。こちらも僕の掲載図書同様に、こちら、ボタンを押しますと、確認画面になりますので、ファイル出力場所を選択してファイルを作成するようにしてください。でこちらも同様に、出力されたファイル名は、絶対に変えないようにしてください。でファイルが作成されますと、117ページの通り、CSV ファイルが作成されます。でこちらを、提出することになります。続いて、設置者用の説明に移ります。設置者用の、コード付きの需要数一覧表作成画面ということで、78ページ、こちらは、集計結果を、表示します。こちらの画面は、発行者ごとの表示になっておりますので、真ん中の発行者の、段から、表示したい集計結果の発行者をリスト選択し、集計結果を切り替えて表示いたします。でここの、設置者におきましては、内訳表示ボタンというのを、右に設けております。でこのボタンを押しますと、内訳表示内容の画面に移動します。その画面が119ページになります。一般図書におきましては、この内訳表示画面におきまして、需要数の修正ができます。需要数の修正をする場合は、この画面で、需要数を直接修正していただき、最後に、保存ボタンをクリックします。そうすることで、ここでの需要数の修正をすることができます。続いて、一般図書のコード解説120ページになっています。コード外の画面も、コード付きと同様で、
発行者ごとの集計結果の表示になっておりますので、集計結果を切り替えたい場合は発行者のところをリスト選択して切り替えます。でこちらも同様に内訳表示ボタンが右にありますので、こちらをクリックすることで内訳表示画面に移動します。内訳表示ボタンは121ページになります。こちらも同様に修正する場合は需要するところを修正していただき、最後保存ボタンを押すことで修正になります。続いて121ページ、特別支援学校視覚障害者用の需要数一覧表作成になります。こちらは一つの画面で発行者、一般図書、需要数を集計結果表示いたします。でこちらも同様に内訳表示ボタンがありますので、こちらをクリックすることで、内訳表示画面へ移動します。で移動した先では123ページが内訳表示画面になっておりますので、需要数を変更したい場合はここで、更新保存ボタンで、登録してください。でここで、需要数集計結果確認しましたら、印刷になります。設置者におきましてはコード付きは、こちらも画面上にあるものだけを印刷する単行印刷、こちらと、発行者を選択して、印刷する、連続印刷125ページ、この2種類が設けられます。詳細につきましては、学校用のコード外のところで説明したことと同様で、全選択全解除ボタンと用意しております。コード外の、印刷も同様で126ページの単行の印刷、127ページの連続印刷、この2つを、設けております。続いて128ページの特別支援学校視覚障害者用の需要数一覧においては、こちらは、印刷ボタンは1つです、画面に表示されている分だけの印刷、単行印刷になります。こちら印刷が、完了しましたら、最後に都道府県へ提出するための一般図書提出データ出力が129ページにあります通り、一般図書提出データ出力ボタンをクリックしていただき、確認画面が出ますので、はいを選択していただいて、支出の出力場所を選択していただきます。でこちらも同様に、ファイル名はそのままで提出してください。で作成しますと130ページのように、ファイルが作成されますので、こちらを提出することになります。続いて都道府県用プログラムの説明をいたします。都道府県用の一般図書におきましても基本的には、設置者用と同じです。131ページで、まずはコード付きの需要数一覧表作成ということで、こちらも集計結果が表示され、内訳表示ボタンが、表示されます。この内訳表示ボタンを、押すことで132ページの内訳の、画面に移動します。でここでも、需要数を変えたい場合は、需要数を修正していただき、保存することで登録されます。続いて、コード外の需要数一覧表作成ということで、こちらも、同様です。集計結果が表示されて、内訳表示ボタンが見えます。こちらクリックしますと134ページの内訳表示画面に移動します。こちらの需要数を修正する場合は、修正して保存ボタンを押してください。続いて135ページの特別支援学校視覚障害者用の需要数一覧ということで、こちらも同様です。
集計結果が表示されて、内訳表示ボタンが右に表示されます。内訳表示ボタンをクリックすると、次の136ページ通り、内訳画面に移動します。でこちらも、ジオス修正する場合は、修正後に保存ボタンを押すことで登録されます。でこちら、ジオスを確認しましたら、それぞれ印刷になります。137ページの、コード付きの単表印刷、138ページの、連続印刷、次に続いて139ページの、コード外文の単表印刷、140ページのコード外の連続印刷、141ページの、特別支援学校視覚障害者用の、単表印刷、こちら印刷機能は接写用と同様の機能になっております。そして最後に、提出テープを、するということで、文部科学省に提出する場合の CSV ファイル作成を一般図書の提出データ出力ボタンで、実行します。こちらも同様にクリックすると、出力確認画面が出ますので、ファイルを選択して出力場所を選択してください。でこちらもファイル名を変えずにそのまま、文部科学省へ提出することになります。作成したファイルは、143ページの方に、作成されます。以上でですね、需要数集計の機能のご紹介の説明をしたんですけども、基本的に需要数集計を入力するのは、要は学校用のプログラムを使った学校の担当者なんですね。で、設置者用、都道府県用に上がってくるのは、提出されたデータを、午前中ので説明しました、データ取り込みという機能を使って提出データを取り込みます。で取り込んだらもうシステムにデータが入りますから、設置者用ではそのデータを全て自動で集計してくれますので、入力等は基本的に必要ないわけです。で帳票でそのまま集計したデータがこうパッと見れると。でただ場合によって学校ごとで、数値ちょっと間違えてしまいましたと、提出間に合いませんなんていうレアなケースが起きたときに、設置者用だとか都道府県用のプログラムで、学校ごとの内訳表示をしていただいて修正をすると。なので、おそらく都道府県、設置者用プログラムそれぞれで、データ修正を頻繁にするということは基本的にないと思われます。基本的にデータを取り込んで集計結果を見ると、で確認して OK であれば出力するとといった簡単な流れになると思います。以上で需要数集計の方の説明の方を終了したいと思います。それでは、需要数に関する質疑応答を行います。ご不明な点がございましたら、先ほどと同じく挙手の上ですね、都道府県名をおっしゃってからお願いしたいと思います。あ、はい、どうぞ。では、はい、じゃあ先に、はい、すみません、丁寧なご説明ありがとうございました。埼玉県教委の高校教育指導課の森谷と申します。よろしくお願いいたします。高等学校の方、それから小学校の方と、まあ、基本は同じだと思うんですが、途中でですね、資料の73ページの方、高等学校の方におきましては80ページの方で、整合性チェックの説明がございました。こちらの整合性チェックなんですけれども、何と何との整合性を測っていただけるのか、例えば、こちらの方の整合性の漏れの例でいたしますと、何かこの選ぶべき教科書を選んでいないというような選択漏れの整合性が書かれているようなんですが、
例えばその他適用学習指導要領のチェックをしていただけるのか、それとも数のチェックをしていただけるのか。数の場合は高校の場合は選択群が必要になってまいりますので、そういった入力も必要となってくるのか、まず1点目、そういうところをお願いいたします。それから2点目でございます。81ページの方で、基本的には基本情報で、全て、入力をしまれるというような形で、システムを組まれていると思うんですが、この基本情報に入力されている数以外を修正する場合には手動でという形で、案内があったかと思います。その手動で、直す場合の方法について、教えていただければと思います。すみません、ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけれども、再度お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず1点目の整合性チェックに関してなんですけど、すみません、ちょっと今回説明資料上ではこういうことをチェックしますというと設けていなかったんですけれども、実際にお使いいただく、操作のマニュアル、こちらの方には、どういったチェックをするかっていうのを全て網羅しております。こちらの方で、確認していただくことになります。例えば特に高校用で言いますと、高校用は、実はチェックはそんなに多くなくて、例えば、教科書を選択しているのに授業数が入っていないでしたり、もっと遡りまして部コードしか入れてないのに他が入れてないといった数のチェックだったり、そういった、チェックが、走るようになっております。あと詳しい、整合性チェックの内容なんですけれど、ちょっとすみません申し訳ないんですが、私の方も、全部空で覚えてはいるわけではないので、どういったことをチェックするかというのは今回、配布されます、プログラムと一緒に、操作マニュアルの方で、記載しておりますので、そちらでちょっと確認していただくという形にはなります。続いて、2点目の授業数の方で、基本的にその授業数の反映ボタンで、セットした後に手で修正するというどのような修正になるかということなんですけれども、基本的にはその Excel でキーボードでその修正したセルまで移動していただいて、数字を打ってもらうという修正になります。こちらがその手で修正するといったものの内容になります。すいません、ちょっと補足を、すいません、まず1つ目のご質問ありました、チェックの中身なんですけども、基本はですね、数字のチェックになりますと、あと入力のが漏れてないかっていうチェックが、基本的には、主になります。で、詳しいところいっぱいチェック項目が学校用とか、で項目多数ありますので、大変申し訳ないんですが、その詳細なマニュアルの方ですいませんご確認をいただきたいと思います。それから手動の設定については、例えばこういった帳表ベースですね、入力画面がある中で右上のですね、まず授業数反映ということで、基本情報で設定した内容をまずこのボタンを押すと、入力した教科書等のところで全部こう数字が勝手に入っていきます。まずで入った後、多分修正を個別多分されると思うんで、その個別の部分だけ数字を例えば120から119に変えたりとかっていうのを、ここを Excel でセルを選択していただいて、例えばキーボードの点キーとかですね、そこで119というふうに打つようなイメージになります。この画面はですね、今日資料で貼り付けてますので、こうペラッとしてる感じですけども、実際は Excel でこれがこう表示されてると同じですので、こう要はセルといわれるマス目ですね、スプレッドシートになってますから、キーボードだけでも移動して修正することができるようになっています。以上の回答でよろしいでしょうか。すみません、ありがとうございました。それではポップアップの授業数入力のところで直すのではなくて、一覧のセルのところをクリックすればそこで、数字が変わるということですね。変わりますし、先ほどの83ページのですね、
あ、すいません、81ページの、その高校のところのですね、修正なんですけども、すいません、ちょっともうちょっと。高校のこの、例えばこの種目で、この教科書で、生徒用と教員用の授業数っていうのは、ここで、まあ、入力するわけなんですね。ここで入力します。ここは、高校や手入力でしていただきます。ここは、で、先ほどこの、ここの画面ですね。教育課程、累計名っていう授業数入力のところありますけども、ここはですね、要はここ普通科の3年生が使います、英語科の3年生が使いますっていうことで複数入れる場合があるので、どうしてもこのような入力の仕方をしていただかなきゃいけないと。でここで普通科の1年生が370で、デザイン科の100、デザイン科の4年生110って入れると合計値が全部出ますので、すいません、手入力って言いましたね、すいません、間違いですね。そうするとここに入れたものがずらっと入ってくるというイメージです。はい、関連性、あ、すいません、山形県の佐藤と申します。今の入力の部分なんですけども、はい、そのポップアップのところで数は修正できるんですか？はい、できます。できる。例えばその一番上にデザイン科4学年ですが110、そこで数字変えることはできるですか？そこで修正の数字変えます。例えば高校とかで、はい、まあ、選択科目が多い学校もありまして、はい、同じ普通科1年3年生とかでも科目によって人数がバラバラのことが多いので、はいはい、全員共通の科目ももちろんあるので、はい、その数字に使えるものもあれば使えないものもあると、はい、っていうのが一つ。そこで修正をできるんですか？ここは入力をするので、ここの数字は入力をするので、はい、ここを数字に入力をしていただくっていうことになりますね。なので修正というか、はい、じゃあ基本情報で入れた数字は引っ張ってこない？ここで引っ張ってくるんですね。最初引っ張ってくるんですけど、それを修正して、そこを修正してやる、追加すればできると。あ、そのまま使うこともできるし、そこで修正もできると。はい、それは先ほどの小学校とかでも、はい、まあ、同じですね、はい、でもう一つなんですけど、ポップアップではなくてその Excel のシートにも直接入力できるということでしたけども、はい、そこの、Excel ではここでは直接、すいません、入力できないです。あ、できない、はい、必ずクリック、ダブルクリックしていただくとこれが出てくるということです。すいません、はい、分かりました。あ、そうですか。だと一番右側にですね、はい、授業学科とか学年っていう部分も、はいはい、当然そこでは入力できない。はい、ここで出たもので、入力してもらったものですね。基本上で設定した端子名称で、はいはい、そうです、その通りです。全て出てくる、その通りです、はい、でここを作っている間にもうちょっと区分を足したいななんていう時は基本上に戻ってやって、また戻っても大丈夫ですか？そうです、はい、その通りです。大丈夫ですか？はい、はい、分かりました。以上です。はい、はい、すいません、和歌山県の津村と申します。よろしくお願いいたします。特別支援学校で、2点、お聞かせください。まず1点はですね、採択教科書のいわゆる配布データをですね、作って渡しますよというのが一つの作業としてありますけれども、これの対象になっているのはですね、目録掲載をはじめですね、一般図書、高等学校の教科書、これが全てということの解釈でよろしいんでしょうかというのが1点目です。で、2点目は、特別支援学校の場合、特に義務教育段階で小学部、中学部の、それぞれ学部がございます。これらのいわゆる入力作業というのは、いわゆるその学校単独の一つのファイルの中でですね、小学部も中学部も両方ともが処理をさせていただくと。ファイルを別に分ける必要はないというふうな解釈でよろしいでしょうか。以上にてよろしくお願いいたします。
1点目の、採択許可書についてなんですけれども、基本的に設置者で作成される採択リスト、こちらは、小学校、中学校、一般図書、特別支援学校、すべてを含んでおります。ですので、採択基本的にはマスターを設定して、採択リストの取り込みをして初めて、授業室に入力できるということになっております。こちらは基本的にはどの教科書も、一緒になります。で、2点目なんですけど、小学部、中学部が一緒だった場合ということなんですけれども、実は基本情報の設定の画面にちょっと話が遡ってしまうんですけれども、基本情報の設定の画面、ちょっと今画面の方を切り替えたと、ページ数で言いますと、ちょっと少々お待ちいただきたいと思います。ページ数で言いますと11ページになります。ちょっと画面が小さくて見にくいと思われるんですけれども、ここで呼び出しというボタンの下の、3番目、学校区分コードというのがあります。ここで、学校区分を選択しますので、小学校でしたら小学校、中学校では中学校というふうに、まず最初ここで設定するようになっておりますので、基本的には小中、またってというのはこの区分がちょっと違うことになってしまいますので、別々で、作っていただく形にはなるかと思われます。以上でよろしかったでしょうか。すみません、群馬県、教育委員会の佐々木と申します。今のところでちょっとよく分からなかったのでもう一回確認させてもらいたいんですが、今の特殊なところなんですけど、そうすると、特別支援学校の中で小学部、中学部がございます。高等部がある場合もありますけども、そうすると学校の一つでいいよね。で、その中の小学校区分、中学校区分が分かれるから、県警の方としては学校区分、学校区分が一つでいいよという解釈でよろしいでしょうか。学校区分が小学校とか中学校とかっていう風になるんで、小学部とか中学部も同じ扱いになりますから、システムの Excel ファイル自体を分けていただきたいっていうことですね。いや、一つの Excel ファイルで小学部と中学部の両方のデータをそのまま一緒に入れることはできないですという。わかりました。そうすると今まで例えば何とか養護学校とかコード番号1つ来たのを2つとか3つに分けるんですよという話でいいんですね。そうするとコードの件ですか。ここの学校区分ですから、確かに学校コードが一つで、小学部、中学部で作る場合考えますと、確かに1個で作ることはなるかと思います。ただその場合、この基本情報の学校区分というところで、ここの選択が、1つしかできないものですので、そうした場合、学校コードが一つでここの区分をどちらかに選択していただく、要するに両方を選択できないので、どっちかから選択していただいて、作っていただくという形に、なるかと思われます。それなら分かりました。学校コードは一つでいいよと思います。内内養護校で一つね。で、小学校種とか中学校種で分かれるから、場合は分かるけど、研究が出す学校コードとかは一つでいいですよということですよね。はい、分かりました。ありがとうございました。失礼いたしました。すいません、特別支援のことで静岡の伊賀と言います。目録計
算の教科書の方にですね、あの採択するものを登録をして、入力するときはその採択したものからしか選べませんよということだったんですけれど、例えばの訪問教育なんかでですね、あの短期間入院の場合ですけれども、あの学校で採択している教科書を、使う場合 と、期間が短いというようなところで、現役の学校の教科書を使うので採択している教科書を使うっていうようなことも生徒 の気持ち等の配慮から、そういうことについてもあの配慮してやっていただいてもいいですよというようなことでちょっとやってる部分があるんですが、そういった場合、例えば一つの教科科目の中でいくつか の会社を選ぶというようなことが出てくるんですけど、そういうことっていうのは入力が可能なんでしょうか。そうです。一つの、会社で、いくつかの、教科書っていうのは、設定は可能です。その結局採択リストの作り方次第になりますので、その例えば採択リストを作成するときに、午前中で説明しました通り、教科書の中の一番左の欄ですね、ここなんですね、ここも丸付けされたものがその採択教科書だっていうふうな位置づけになりますので、複数選びたい場合はその複数丸を選択していただいて、リストを作成していただき、それを取り込むといった形になります。そうすることで、複数の選択ができます。ですので、極端なことを言ってしまえば、ここの左を全部丸付けすれば、全て選択するということも可能です。ですので、そのリストの作成の仕方次第ということに、なります。私立の学校の場合は学校用のシステムをダウンロードして、設置者の方もダウンロードして、2つで設置者の方のデータを教育委員会の方に提出するということでよろしいでしょうか。そちらに関しては20ページのご確認させて、ご確認いただきたいと思うんですけれども、その基本的にはマスターを、取り込んで、設置者から作成された採択リストを真ん中の採択教科書リストに取り込むを、使用して取り込むことになるんですけれども、設置者のない特に、国立学校、私立学校におきましては、3番目の採択教科書の選択というメニューを選んでいただきます。でここをクリックしますと、次のページの教科書の、設定画面に入りますので、ここで直接どれが採択教科書かっていうのを選んでいただくことになります。ですので、国立学校、私立学校に関してはその学校設置者両方落とすということは、していただかなくても、学校のみで、業務が完結するようになっております。今のご質問非常にありがとうございます。説明をちょっと漏れたところでもありますので、今までの旧システムとかですね、業務の流れを考えますと、まさにその国立の学校、私立の学校ですと設置者がないということなので、直接都道府県にデータを上げるということなので、採択の教科書を選ぶっていうのも学校自身でやらなきゃいけないというふうになると思うんですが、そのためにわざわざ設置者用のプログラムもダウンロードして、そこで採択リストを作って学校用に流し込んでもう一回やるっていうのが非常に不便になるので、国立大学私立学校で使う学校用システムの場合には、学校コード、学校区分入れますから、この時点で判断して、自動的に採択教科書の選択ができるような機能に、なっています。他にございますでしょうか。はい、すいません、先ほどの質問の確認ということでちょっとしつこくなってしまって申し訳ないんですが、先ほどその学校で、
高度が同じで、いわゆる学校の種別を分けることが可能だといってお話だったんですけども、CSV ファイルの出力の際に、いわゆる学校の校種っていうのはファイル名に反映させてないと思うんですね。そうすると同じ CSV の名前のファイルが排出されてしまって、それの取り扱いっていうのは本当に大丈夫なのかっていうことの確認をしたいんですが、よろしくお願いします。すみません、大分県教育庁特別支援教育課の木村といいます。よろしくお願いします。本件では逆に全て学校行動を学部ごとにも全部分けて、設定をこれまでもしてきていました。ですのでもしその今の流れでいくと一つの学校行動で、講習を分けるとなると行動が変わってしまうので、どちらに合わせるのか、確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。基本的にはその一つの学校コードで、一つの CSV ファイルという扱いになりますので、学校コード、ちょっと答えになるか分からないんですけれども、基本的には、需要数で入力した内容は、ちゃんと一つの学校コードの一つの CSV ファイルで、ちゃんと出力されると考えていただいて問題はありません。先ほどの一つの学校コードで別の周り分けたということになりますと、そちらについては、今のシステムにおいては全て学校コードで、認識しておりますので、仮に同じ学校コードでいくつか作成されてされますと、単純にそれを設置者に取り込むと、毎回取り込むために上書きされてしまうので、そういった場合は、分ける必要が出てくるのかと思います。このシステムでですね、学校コードが実際のところですね、システムはどこどこの学校は何番だっていうふうに把握しないんですね。そのためにマスターを取り込みます。で、午前中に説明させていただいた、10ページに書かれているところで学校コードの明示っていうのがあります。で、現行システムではですね、学校コードっていうのはユーザーは知らないように、知らないで使っている状態だった、要は見えない形で生成されてる、使われていると思います。で、今回のシステムからは、都道府県の方々の方で新システムで学校コードの4桁を決定していただいて、その学校コードを設置者学校表に落ちて使っていただくというふうになってますから、その学校コード4桁をどのようにデータ振るのか、重複内容に振るのかっていうところは、都道府県の方々で設定をしていただく、入力していただくことになるのかなというふうに思っています。では需要する点についてはひとまずこれでよろしいでしょうか。はい、ではすみません、需要するについては最後、はい、お願いします。依然として先ほどのところがクリアになってないと思うんですけれども、小学部と中学部で同じ学校名、同じ学校コードでそれぞれ、取り組み用の CSV ファイルを作ってですね、例えば先に小学部のを取り込んだと、で次に中学部のを取り込んだと、で上書きされると言いましたけども、上書きされるっていうことは小学部で1回取り込んだデータは消えてしまうっていう意味ですか。それともそれは残ってるけれども中学部の部分が追加されるんであれば問題ないわけですけど、小学部の部分が消えてしまえばやっぱり学部ごとにコードを変えないといけないという、学校名も例えば何々特別支援学校、各校小学部とかそういうような名称でこのシステムでは使っていくのが分かりやすいのかなと
という点が一つと、あとちょっと根本的というか基本的なところですが、システムが全部合体したということで、昨年までですと各講習ごとに、例えば高校と義務教育でも完全に別に、文部科学省の提出用のファイルを作って送る、まあ、送るのは一緒に送ってましたけども、今回は例えば教科書目録に掲載されている図書は全ての講習の分を一括して提出用のファイルを作らないといけないということですね、という確認です。それ、上書きに関してはちょっと先ほども私が話した例が あまり良くなかったので申し訳ないんですけれども、基本的には一つの学校用で、作ったファイル、そこに小学校用データ、中学校用データ両方入っていた場合は、出力ファイルの中に小学校用データ、中学校用データ両方入っております。ですので、それを出力していただければ取り込むときには設置者は小学校用データは小学校の方で集計されて、中学校の方は中学校で集計されます。ですので先ほどの例が私が同じ学校コードでいくつかファイルを作ってしまったっていう過程で話してしまったので、一つ の CSV ファイルに小学校と中学校の分が一緒に混ぜるということはありえないわけです。なぜなら元の Excel ファイルを2つ作らないといけないから、小学校と中学校は別々のファイルを作ってくださいと、はい、なので取り組み用のファイルには小中別々のものしか入ってない。そうですね、その通りでございます。で、汎用的な作りになっています。学校用システムって1種類だけで、小学校用システム、中学校用システムっていうふうになってませんので、学校用システムが出す提出データについては小学校用、中学校用、高等学校用全部データが一緒に入るようになってるんですね。で、もし小学校でデータを作って出した場合には小学校の部分にブロックにデータが入ったデータが出力されるわけです。で、中学校で作った場合には中学校用ブロックのところにデータが入ったものが出力されるわけです。ですので、それが取り込まれれば小学校の部分は小学校で取り込まれる、中学校の部分は中学校で取り込まれますので重複して上書きされるということはありませんという意味でございます。